PCN2100 八角仕様の X 軸原点位置確率の設定方法を説明します。主軸台、刃物台の芯出し調整で減点位置がずれたりアラームで減点位置を失った場合はもう一度正しい位置で減点位置を確立しなければなりません。主軸中心の位置で丸型ホルダーの中心位置が X 軸の0になります。 この位置から x 軸プラス方向に410移動した位置が x 軸の原点位置になります。原点位置はパラメーターナンバー1815の x の4ビットを1にすることにより原点位置が確立されます。ただし誤った位置で減点位置を確立させると思いがけない事故や機械の損傷につながるので十分注意してください。 ジャック端面にマグネット式スタンドのダイヤルゲージを取り付け刃物第8番のり用の丸型ホルダーを呼び出します。丸型ホルダーの内径にダイヤルゲージの針を当て X 軸を動かしながら主軸を振り回しダイヤルゲージの針がが0になる位置を探します。 ゼロになった位置が主軸中心の位置なので、現在値画面の相対座標数値 U をゼロにします。相対座標の数字を見ながら X 軸を410.000に移動させます。 原点位置を確立させます。詳しい操作方法はオレンジ色のボタンをクリックすると確認できます。設定した位置が主軸中心の位置になっているか確認します。問題なければ作業終了です。